こんばんは。ようこそ初耳階段へ。さあ新年一発目です。皆様今年もよろしくお願いいたします。ではレギュラー陣の皆さんです。お願いいたします。よろしくお願いいたします。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。そしてですね、新年一発目、はい、もうねふさわしい方来ていただきました。スペシャルゲスト、 YouTube チャンネル七代家のもう課長ですね、七代さんです。お願いいたします。さあノブさん、新年一発目、本当フレッシュなメンバーが揃いましたけども、女子がいないじゃん。女子がよ。そうなんですよね、おじさんばっかりっていう感じですけども。結構ね、結構高いですよね。結構なメンバー揃いまして、聞きましたら、まあ、僕が一番上で、まあ、46、はいはいはい、ももさんが次ですね。僕が45です。はい、1個下ですもんね。はい、そうです。でその下で同い年です。同い年なんですよ。同い年なんですよ。同い年なんですよ。何でも45です。はい、で僕が1つ下で44です今。44、はい、そうで離れてタニスさんなんですよね。僕41。41になりました。親戚だと1になりました。親戚だと可愛らしい、なんか30代ぐらいのイメージでいたから40超えて40もう1になってます。はい、で七代さんはいくつになられる。今35ですね。35？ いや、おかしい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 。そう。ちゃいます。顔が老けてるだけなんで。いや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 。いやいやいや。58歳。ちょちょちょ。17世代や思ってたら。大会初の年齢差し押されてると思う。いやいやいや、楽しい40代トークやと思ってたもん。35？ 35です。5なんだ。お、若っ。35なんかめちゃめちゃ若いですよね。多分カラオケ一緒に行ったら合わないですよ。合わない。そうだね、合わないわ。なんかスピードとかが確かに10違いますからね。そうですよ、ちょうど10違うんで。そうか。え、最初に買った CD とか何なの。最初に買った。聞いた聞いた。僕ちなみにあのレコードですからね。レコードなんだ。知らない。レコードですか。レコードレコード。え、あの堀内孝雄さんの愛しき響き、ね、激渋すぎるわ。やっと前の主題歌。激渋。え、ももさんは。僕は愛は勝つでした。あ、菅さんのね、菅さんの名曲。そう、世代全然違う。僕はあの確かユニコーンの CD を買いました。DJ やられてますか。最初から結構おしゃれなとこ行ってますね。僕ロマン飛行です。米米クラブ。おしゃれ。おしゃれかな。おしゃれですか。ロマン飛行。はい、ロマン飛行ですね。え、タニスさん。僕はあの。これ本場なんですけど、あのオマリーのロックオールです。本場なんですけど、そう、どこで落とすか。オマリー、トマトマリー、ロックオマトマリーね、出たんですよ。で誰のロックオール使ってんすか。あれ買ったんですよ、あれ。そう、そして七代さんですよ。いや、なんか最初の方覚えてないですけど、買ったなっていうのはポルノグラフィティとか、全然新しいチキンとか、バンプが、どうぞ、バンプとかがもう学生で、二十歳でさ、二十歳時期っすよ。超えてた。バンプなんか最近でしょ、もう。いや、全然マジマジマジ、いや、マジマジマジ、そんなわけないんだから。ポルノグラフィティも最近でしょ。いやいやいや、もうベテランベテランですよ、バンプも。逆にレコードいつっすか。買ったのは小学校5、6年生ぐらいだと思います。見たことないです。そういうレコード売りか、CD とかあの MD とかの時代。CD もさ、なんか昔さ、あのシングルってなんか長細くなかった。あ、もうそれもあんまでも割れたりするじゃん。そうそう、割れたりって割れる。割るともう、いや、割らないでよみたいなね。ありましたね、長細くね。そうそうそう、そうなんですよ。いやちょっと今のでようやく年齢を理解しました。もう若いんですね。違ったなっていう。では早速こちらのコーナーに参りましょう。初耳井戸端会議。こちらのコーナーはですね、毎週決められましたテーマにまつわるお話を各自持ち寄ってもらいまして、トークをしていこうというコーナーでございます。本日はですね、成人の日ということで、テーマ大人で皆さんに階段を持ち寄っていただきましたら、ずらーっとこれだけ。どうですか、ノブさんなんか気になるのあります。いや、だからやっぱ大人。なるほど。面白いな。いや、そうなんですよ。あのね、僕はね、もう見つけちゃいましたね。成人式の蛇くん。え、なるほど。なんだろうね、成人式の蛇くん。これ、僕は私なんですけど。ひびきさん。はい。あ、じゃあ、ちょっと聞いちゃいましょうか、もう。いいですか？はい。東京の笹塚でバーを経営されている K さんという男性から聞かせてもらったんです。はい。で、この K さんがですね、まあ今年齢30半ばのような方なんですけども、成人式、
の時に久々に地元も帰ったんですよね。そしたらまあ懐かしい友達とかとたくさん会うじゃないですか。でみんなでワイワイと盛り上がってちょっとしたプチ同窓会みたいになってですね、うん、で楽しいからちょっとうちの実家に今日この後遊びおいでよって言って K さんの実家にみんなで集まって、まあ、そこから飲み会みたいな感じでこう楽しく続き始まったんですよ、はい、したら友達がその K さんにですね、そういえば K 君泥団子作るの昔うまかったよねって思い出ましたよね。言ったら、あ確かにでもそれうまかったのヘビ君だよってケイさん言ったんです。ヘビ君で、その後の友達もまたこう話が続くんですけども、あそういえばケイ君ってなんか4階のマンションの4階に上がってそこからなんかスパイダーマンごっこして飛び降りようとして、あなんかみんなに怒られてたよねみたいな話したら、そのケイさん、あ確かにそんなことあったね、でもそれねヘビ君に誘われて僕飛び降りようとしたんだよ、面白って言ったんですよ、はい、でも友達みんな、あれそういえばさっきからヘビ君って言うけど誰って言うんですよ、うん、でもケイさんはヘビ君の友達いたのはっきり覚えてるんです、はい、いやほらヘビ君っていたでしょ、みんなとも会ったことあると思うよって、ケイさんの記憶の中でヘビ君っていう人がしっかりと記憶にあるわけですよ、はい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 、顔もはっきり覚えてる、でもみんなが口を揃えて覚えてないって言うんですよ、うん、でこれはおかしいってなったんですよね。でいやそんなわけないから絶対会ってるからってケイさん熱弁するんですけど、唯一証拠になるものがあったらしいんです、うん、それ何かというと、ちょうどそのヘビ君にそそのかされて K さんがスパイダーマンごっこしようって言って飛び降りようとした時に、ヘビ君がその K さんにスパイダーマンの俺人形持ってる、これ K 君にあげるから飛び降りてみようよって言われてスパイダーマンの人形をもらったらしいんですよ、はい、それを覚えてたんですよね、うん、とあの人形まだあると思うよ、そっかそっかそっか、押し入れの中に多分あったんじゃないかな、俺持ってくるって言ってケイさんお尻行ったんです。でお尻ガーッと開けて昔のねダンボールバーって出したら確かにあったんですよ、うん、そのスパイダーマンの人形、でこれだと思って取ってやっぱりあった間違いない記憶違いじゃないでみんなのとこ持って行ったんですけど、持っていく途中にもう気づいたんです、ケイさんこれちょっとおかしいと、うん、それ形がちょっといびつなんですよね、うん、スパイダーマンってあのアメコミのキャラクターなんですけど若干ちょっと形が違う、で持って行ってみんなに見せたんですよ、そしたらお父さんがそこに実家にとお父さんが、あお前これ懐かしいなって言うんですよね。これどういうことかというと、ちょうど K さんが小学校時代っていうのはだいたい1990年代なんです、うん、ただそのスパイダーマンの人形っていうのはお父さんが気づいたらしいんですけど、70年代後半に、日本で実写化されたスパイダーマンっていうか制作された時期があったんです、うんその時のキャラクターの人形だったんです、だからアメコミのキャラクターちょっとだけなんかこうデザインが若干違うみたいなのがあって、うんうん70年代の時に制作されたものだったんですよ、時代が合わないんです、そうですね、でもヘビ君ははっきりこれ新しくあの僕もらった人形だからっつってくれた人形だったんで、おかしいな時代が合わないっていうふうになって、結局あのヘビ君って本当にいたんだろうかっていう話を、成人式の夜に、みんなで盛り上がったという話を聞かせていただきましたね、なんかよくその同窓会成人式でいや昔のあの彼ね楽しかったよね、うん、その人誰って話を聞きますけど、まずヘビ君っていう名前がちょっとすごく特徴的ですよ、ね、なんかね、なんでヘビ君だったのかなとかちょっと気になりますよね、はい、なんかね、ただ本名は確かに思い出せないらしいんです、あとやっぱりだからその年代見ると昔いた子なのかなっていうふうに思うじゃないですか、うん、昔そのね団地なのかその辺にいたのかなとか、はい、ただ一つ怖いのが4階から飛び降りさせようとしてるっていうのが、確かに確かに、ちょっとなんかこう、うん、あの世に連れて行こうとしてないってちょっと聞こえちゃうところもありますよ、何か引っ張ろうとしてるのかって、そうなんですよね、だからちょっと振り返るといろいろ不気味だったなっていう話は計算してましたね、あの世に引っ張ろうとしてるね、名前ヒロシ君じゃないですよね、それね、ではないと、ヘビ君ですよね、ヘビ君っていうふうに言ってましたけど、ヘビ君、ヘビ君、無理無理やすごい話です、すごいですね、まさに成人式にまつわる話だね、ぴったりでしょうね、素晴らしい、ありがとうございます、すごい、どうですか野田翔さん、なんか気になるタイトルとかありますか、なんかこうタイトルというかその五感的に好きなのがあって真後ろなんですけど夕闇通りっていう話、夕闇通りこれ僕です、仮名でアリアさんっていう男性の方からいただいた話なんですけど、はい、アリアさんあの30代の時に写真が趣味だったんですよ、うん、で自分でこういろんな景色撮って、で近所とかもねこう綺麗な川っぺりとかでこう夕日を撮ったりとか、そういう写真をブログにアップしてみたいな感じの趣味があったんですね。その時は本当に夕方散歩してて、であ綺麗だな夕日綺麗だなと思ったらしいんです。そしたらなんかこんな感じのもう真っ赤っかというか、うん、このねオレンジのあここですね、はい、この辺のかりだからもう本当に夕焼けがブワーみたいな、あ
これすごい綺麗だなと思ってこうカメラを構えてで夕日の方をこう覗いたらしいんですね。そしたらこの、まあ、シャッター越しにこのレンズ越しにチャリンコに乗った女子高生がバーって来るんですって。で、あ、女子高生が来てるなと思って逆光なんで顔は見えないじゃないですか。で、この近寄ってきたなと思って、あ、避けないとなっていうのでこのカメラを下ろして、で、この女子高生とすれ違いざまに会釈されたんですって。すれ違ってからびっくりしたんですけど、高校生の時に付き合ってた彼女の女子高生のまんまの姿で、なんでってなって、もうその瞬間にフラッシュバックでババ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 って思い出してきて、そういえば高校生の時にその彼女と付き合ってた時に言われたセリフがあるんですけど、最近なんだけど君が大人になった時の見た目にそっくりな人とすれ違ったりするの、それを思い出して、あれ、このタイミングって自分が今時間軸移動したの、彼女が時間軸した移動したのみたいな、こんがらがってしまったっていう話なんです。はぁ、なんか素敵、ちょっとロマンチックな、はい、すげえ好きな話、いい話ですよね。タイトルのまま好きな話だった、はい、夕闇通りっていう。でもいいっすね、その2人は結ばれることはなく、その後別れしちゃうんですよね、はい、結ばれてないんだもんね、これがね、好きな話だ。震えるな、これちょっと震えますね、震えますね、これ君がっていう言い方ですよ、ね、いいっすね、いいっすね。いやでも確かに高校時代の彼女にもう一回会いたいな。ちょっとちょっとめちゃめちゃ切らないとダメですよ、ここ今の。なんで奥さん見られたらやばいですよ。奥さんってほらね、やっぱり今のほら知識でさ、今の自分で会いたいわけですよ、やっぱり。まあ、ガキだったから。なるほどね。心から踏まえてね。本当にもうなんかもうしょうもなかったんでね、ちょっとね。なんでしょう、涙が出てきたんですけどもね。いい話、いい話。素敵、マジで素敵な話なんですよ。好きだわ、好き。じゃあ響さん、何かこう次これ聞いてみたいなとか。そうですね、さっきパッと見てて、そう、このひかりちゃんっていうのがちょっと気になったんですけど、意味深な。これどうなったんです？これは私です。あら、出していただいてたんですね。結構前なんですけど、あの飲み屋でたまたま隣に座った女の子から聞いた話で、その子の友達にひかりちゃんって子がいると、でなんかキャバクラで働いてて、でその子自身もなんか結構その風俗系の仕事してるんですけど、その キャバクラで働いてるひかりちゃんっていう子が、まあ、なんかすっごい霊感強くてみたいな話をしてて、で、まあ、幼少期からめちゃめちゃ霊感が強くて、いろんなものを見て怯えて危ない目にあったりとかもあったから、その結構子供の頃から、まあ、泣き虫というか、まあ、親とかになんか変な人いたとか、おじちゃんが見たとかいろいろ言ってたらしいんですけど、お母さんとかお父さんは理解してくれなくて、それを、まあ、なんかそのおばあちゃんですよね、がなんか分かるよと、あんたのあのまあね、あの見えてるものっていうのはあんたには見えてるから存在するよねみたいな、まあ、すごい肯定してくれたんですよ、幽霊の存在を。でその中で、なんかそのなんで私ばっかりこんな目になっちゃうんだろうみたいな話をしてたら、おばあちゃんから、実はね、あんたのお母さんも幼い頃はそうだったんだよと言われて、であんたのお母さんは実は二十歳になった時、大人になった時に見えなくなってったんだよと。聞きますよね。そうなんですよ、そういうの聞くじゃないですか、はい、でそ同じようなこと言われて、でひかりちゃんめちゃめちゃそれ信じ込んだんですよ、うん、おばあちゃんそんだけ言ってくれるんだったら私もいつか怖い目に遭わなくなるはずだと、でいう状態のまま、まあ、そのままなんかその田舎で暮らして上京してきて、で19歳になった時、まあ、そのちょうどキャバクラで働いた時、その最後の19歳の日ですよね、うん、その日でもう0時過ぎて20歳になるって日だったんですけど、うん、まあ、夜自分の部屋で寝てたんですよ。ああ、でもそういえば小さい頃におばあちゃんによく言われていた、あのあんたも大人になったら見なくなるよと、20歳になったら見えなくなるはずだと、もう布団かぶりながら思ってたんですよ。ああよかった、ようやく20歳になるなと、もう本当に先週とかも今月とかもいろいろあったし、もう嫌な目に遭いたくない、もう怖い目に遭いたくないもんななんて思って言ってたんですけど、0時になるちょっと前ぐらいに急に自分の枕元っていうか頭のあたりから、光、おい光って言われるんですよ、うん、ふってなってこうやって見ると壁しかないはずなんです。まず一人暮らしだし、うん、壁しかないのに、その壁からぐーってこうせり出してるような感じの、もう半分溶けてるような男の人、知らない男の人がぐーってこう見下ろしながら、おいおい光って言ってるんですよ、ずっと。で、え、なになになにって言って、で、もうやめてよ、もう私もう二十歳になるんだから、もう見なくなるはずなの、もうやめてっていうふうに叫んだら、まだっていう
吐き出すような感じの声で言われて、うん、何何何って思ってる間に、まあ、朝になってて、でそこからその友達の子が、まあ、ひかりちゃんから聞いた話になるんですけど、その後も見続けていてっていう話をしてくれたんですよ、はあ、でそこまで聞いて、いやひかりちゃん もう大変だったねって、うん、まあ、でも確かに20歳で霊感がなくなるあるけど、それがまあ、ね、全員がそうというわけじゃないもんねっていうふうに締めくくろうとしたら、その子からでひかりちゃん実は先週20歳になって、その話すぐに私にしてくれて、まだ見ちゃってるんだって言った後にそのまま失踪したんですって、家見に行ったんですけど、もぬけの殻で20歳になった瞬間から原因不明の失踪で未だに見つかってないんだよねっていう、原因はもちろん全くわからないわけです、ね、全くわからないですね。ずっと待ち望んでね、20歳になったら、20歳になったらもうこんな怖い思いしなくて済むんだと思ったのに、20歳になってもそういう経験をしてしまった。そうなんですよね、まあ、そのショックはやっぱりかなりあったでしょうけど、自発的に失踪したなら多分ショックからだと思うんですけど、本当にそうなのかもわからないです、ね、もしかすると20歳になって過ぎた時に亡くなるどころかもっと怖い存在が来てしまったっていう、の可能性が逆に上回ってしまったなんていう、いやなんかすごいレアケースですけど、確かに二十歳というか大人になってから逆に強くなった、霊感が強くなったというケースも聞いたことあるので、まあ確かに島田さんおっしゃった通り、さらに何かが来た可能性もあるのかなと僕もちょっと思いましたね。あんまりこうあれですけど、まあ期待しすぎた結果、その二十歳になった瞬間にある種もうこれで解放されるはずだっていう気の緩みから、ある種襲われたというか、お前は今隙を見せたよなってっていうことだったのかなとも思ってます。ちょっと前から伺ってたっぽくないですか。あ、かもしれない。油断すんの。もしかすると、はい、狙ってたかもしれない。やですね。一人暮らししたとか、精神的なこのね、コラを狙ってて、ずっと狙ったんですよ。で、あ、いよいよ、あ、来た、完全に緩んだと思って行ったっぽいですよね。しかもずっと長年思ってて、なった瞬間って一番こう気が緩みますし、あと一番ダメージがでかいですよね。多少時計遅らせてたとかね、さっき言わせるとかもしれないんですよね。嫌なやつでも本当に0時になるぐらいだったって、そう、ひかりちゃん団なんですけど、言ってたらしいんで、まだって言ったんですよね、まだだからなんか、言葉時計遅さっき行かせといて、で、あ、もうなったなった、よかった、でも本当は行ってないんですよ、この幽霊が先に行かせてるんで時計を。まだまだめっちゃ怖いですね、とかだとめちゃくちゃ怖いですよね。一番こうね、工夫というかもうね、狡猾で、うん、っこっちをこう騙しにかかってくる、うん、まあ、そういう存在はって話も聞きますよね。怖っ。ひかりちゃんっていうタイトルから全然思いも言わないような怖い話でしたね。いや、そうなんです、まさに大人テーマでしたよね。ももさんもちょっと何か、もしご自身の話とか。僕が出してるのはこの霊視年齢制限っていう。それ興味あったんですよ。これ僕めちゃめちゃ面白そう。七城さんがお話しされたのって、その霊を見てる人がその見なくなるのが二十歳みたいなことじゃないですか、うん、このお話っていうのがずっと昔からちっちゃい頃からお化け怖いって思ってた、まあ、仮に山本くんとしますけど、この男の子っていうのが、まあ、ちっちゃい頃本当幽霊とかお化けの話とか大嫌いだったと。周りからちょっと聞くだけでもお前やだやだ話さないでっていうタイプの子だったんですよ。で、自分は実際見たこともないし話を聞くのも嫌だから、夏とかになるとみんなが肝試しやったりそういう怖い話をしたりするからもう嫌でしょうがなかったと。で、自分もいつか見ちゃうかもしれないみたいな気持ちがあったそうなんですよ。だから友達がその時ふと言ったのが、二十歳になるまで見なかったら一生見ないらしいよみたいな。だから、あ、そっか、じゃあ今ずっと見てないから俺も二十歳に なるまで我慢すればその後一生大丈夫なんだ、二十歳まで頑張ろうみたいなことをずっと思ってたらしいんですよ、はいはいはい、でそんな小学校時代を送って中学校になって高校になって、ここで高校3年生18歳まだ見てないんですよ、うんうん、であと2年間じゃないですか。そうですね。で自分が大学に入って19歳になった。で19歳からこの20歳の間にちょっと家庭環境が変わって一人暮らしをすることになったんですって。でその一人暮らしのアパートに住み始めてからちょうど20歳になったんですよ。で見なかった、うん、よかったってなってめちゃめちゃ嬉しかった。でこの住み始めたアパートっていうのが
この山本くん一人がこの20代というかそれ若い若者で、他の方はほとんど70代80代のおじいちゃんおばあちゃんっていうのが住まってた。だからこの山本くん見るとね、みんなあの声かけてくれると、うん、勉強頑張ってるみたいな一子がいつも頑張ってねみたいな、元気でねとか、あいい環境だなと思いつつ、そして自分も20歳を迎えることができて、霊を見てないからもう素晴らしいと、これから俺は大丈夫なんだと思って、ある日自分のこの家のこの台所のところでラーメン作りながらスマホいじってたそうなんですよ。で夏だったそうなんですけど、この台所の前のところにこういうちょっとした窓がありまして、夏で暑かったから網戸のしてる状態でラーメン作ってて、でスマホいじってて、まあなんかそのスマホのゲームやってて山本君が失敗しちゃったんですね。で操作ミスったから、あんだよ畜生って大きな声ちょっと出してしまった。そしたらこの出窓っていうかその網戸になってるところからおじいさんの顔っていうのがふって見えて、残念だったねって一声かけてきたそうなんですよ。だからあ自分が今スマホでなんか憤ったことをめっちゃ聞かれちゃったみたいな恥ずかしい恥ずかしい、すいませんちょっとごめんなさい迷惑でみたいな感じで言って、ああってその時はもうスマホも終わって、この普通にラーメンその時自分で食べてる時にあれって思った。台所の底の窓のところって網戸にしていて残念だったねって言われたんですけど、そこの部分って人立てないんですよ。あれって見覚えもないおじいさんでもあったし、あの部分ってもともと顔出して何かを言ったりすることができないから、あもしかして僕は幽霊を見てしまったんだと。で多分そのおじいさんが言った残念だったねっていうのはスマホゲームに対しての残念だったねとかじゃなくて、過ぎたけど見ちゃったよみたいな。すごっ、全然そうやって聞くとその残念だったので意味合いが変わってきて、うん、そうなんですよね。真代さんもちょっと思わずうなっちゃいましたね。うなったねうなったわ年齢系でなんかね、なんか20歳までとか20歳以降とかなんかわかんないですけど、なんかお二人とも嫌な例ですよね。なんかそうかしかったらめちゃめちゃ年齢を狙ってくるやつ分かってる上でそう、ね、ちょっと嫌な例だったんで、うん、もう一回夕闇通りを話しましょう。ちょっと送り直しをね、もう一回あれ定期的に聞きたいなあれ月一で聞きたいみたいな感じ、あのなんか聞きたくなったら呼んでくださいね。君がっていうね、君がね、ありがとうございました。というわけで以上初耳井戸端会議でした。